バミューダ・ハンドレッド方面作戦は南北戦争の1864年5月にバージニア州リッチモンド郊外のバミューダ・ハンドレッドの街で行われた一連の戦闘である。北軍のジェームズ軍を指揮するベンジャミン・バトラー少将は東からリッチモンドを脅かしたが南軍の PGT ボーリガード将軍の軍隊に抑えられた。 バミューダ・ハンドレッドの北軍陣地1864年3月、ユリシーズ・グラントが西部戦線から呼び戻され、中将に昇進し、北軍全体の指揮を任された。西部戦線の軍隊の大半指揮は、ウィリアム・シャーマン少将に任せられた。グラントは他方面からアメリカ連合国の中心部を叩く協調戦略を考案した。グラント、ジョージ・ミード及びベンジャミン・バトラーは、 リッチモンド近くでロバート・イ、e、ーリー軍に対抗するフランツ・シーゲルはシェナンドー警告を抑えるシャーマンはジョージア州に侵攻しジョセフ・ジョンストン軍を破ってアトランタを確保するジョージ・クルックとウィリアム・アブレルはウェスト・バージニア州の鉄道補給線に対する作戦を行うナサニエル・バンクスはアラバマ州モービルを占領するというものだったこれは北軍にとって 多くの戦線にまたがる協調攻撃戦略を採用したことでは初めての機会だった。グラントとミードはオーバーランド方面作戦で直接 D の北バージニア軍を攻撃した。バトラーの任務は3万3000名のジェームズ軍を要してジェームズ川を経由してバージニア半島を進みリッチモンドの北西を襲うことだった。目標は アメリカ連合国の首都を直接奪うことではなく、重要な南軍の補給線であるリッチモンド・ピーターズバーグ鉄道を遮断し、またリーがバトラーの前線に援軍を送れば、グラントとミードの軍に対抗する部隊の戦力を弱められることにあった。バトラーは南北戦争で幾人書いた政治家将軍の一人であり、戦場における技術よりも、 エイブラハム・リン・カーンの来るべき再戦をバトラーが支持していたことで将軍に選ばれていた。グラントは、バトラーの弱さを二人の強い物価将軍、第10軍団を指揮するクイーン・シー・エイ・ギリゴアと第18軍団を指揮するウィリアム・ F ・ボールディ・スミスを当てることで補えると期待した。この方面作戦は、アポマトックス側とジェームズ側の合流するところ、 バージニア半島のバミューダハンドレッドという魚老の村の名前から名付けられた。この村はリッチモンドからは南東ピーターズバーグの北東に位置した。北軍の艦船が遡れる限界点からはジェームズ川の下流にありドルーリーズブラフの要塞があった。バトラーのジェームズ軍は5月5日にバミューダハンドレッドで海軍の輸送艦を降り、同じ日にグラントトリーは 荒野の戦いを戦った。バトラーはシティポイントでも部隊を降ろし、ピーターズバーグに脅威を与えるために使った。短期間ではあるが、バトラーは賢く立ち回ろうとしていた。これに対抗する南軍は PGT ボーリガード、将軍の1万8000名の部隊であり、リッチモンドピーターズバーグ地域から寄せ集められた10代の物屋としとった者たちが混ざっており、理論的に、 バトラーの軍隊に対抗できるものではなかった。ピーターズバーグ近辺の部隊を指揮するボーリガードの部下は、ピケットの突撃で有名になった、ジョージ・ピケットだった。バミューダ・ハンドレッド方面作戦では次の戦闘が行われた。5月6日、ジョンソン・ハーグット准将の旅団が、鉄道を支配する重要な結節点である、ポートウォルトホールジャンクションでの北軍の最初の探りを止めた。 5月7日、北軍の一個次第が、ハーグッドとブッシュロット・ジョンソンの旅団を停車場から追い出し、鉄道を遮断した。南軍の守備隊は、スーイフトランクリークの背後に撤退し、援軍を待った。バドラーは、ピーターズバーグに向けて前進し、スウイフトクリークで、ジョンソンの師団に遭遇した。アローフィールド協会での南軍の時期焦燥の攻撃は、 大きな損失を出して撃退されたが、北軍は追撃しなかった。バドラーは軌道を剥がしたことで満足し、守備隊に圧力をかけるようには見えなかった。スウィフトクリークでの前進に結びつけて、北軍五席の砲艦がアポマトックス川を遡り、クリフトントリデオ砲爆し、一方、エドワード・ W ・ヒンクスのアメリカ有色人次第が、陸側からぬかるんだ道を苦しんで進んだ。 宝冠はすぐに撃退され、不評による攻撃は中止された。ロバート・ランソム少将士団の一部が、チェスター・ステーションで鉄道を破壊しているバトラー軍の一部に威力偵察を行った。南軍は、ウィンフリーハウスの近くで攻撃を行い、北軍は、バミューダ・ハンドレッドの残酷まで後退した。バトラー軍は、 ドルーリーズブラフの南軍前線に対抗してきた絵、動いたが、その攻撃が、砲艦の支援を得られなかった時に再度防御的な姿勢に変わった。5月13日、北軍の一隊がウールドリジハウスの南軍前線の右翼を突き、一角の成果を上げた。しかし、バトラーは、慎重なままであり、ボーリンガードがその軍隊を集結させる時間を与えてしまった。 5月16日の夕暮れ時、ランソムの次第が、バトラーの右翼に対する攻撃を開始し、多くの部隊を崩壊させた。続く攻撃は、霧のために方向を見失ったが、北軍は隊列を乱し、士気も下がっていた。激しい交戦の後で、バトラーは、戦場から抜け出し再び、バミューダハンドレッドの残豪戦まで交代した。 バトラーのリッチモンドに対する攻勢は事実上終わった。ボーリガードが率いる南軍がウェアボートム協会の近くでバトラーの前線を攻撃した。約1万名の部隊が投入された。バトラーの前哨戦線を後退させた後で南軍はハウレット戦線を構築し、実質的にバミューダハンドレッドの北軍を抑え込んだ。バトラーの遠征はほとんど失敗であり、 バミューダハンドレッドに押し込められて動けなくなった。短期間南軍を引きつけることはできたが、ボーリガードは、プロクターズ・クリークの戦いとウェアボトム協会の戦いでの勝利の後、リー軍に援軍を送ることができ、これがコールドハーバーの戦いに間に合った。グラントの個人的な回顧録の中で、バトラーの球場について、議士長との会話で次のように触れている。将軍は、 ジェームズ側とアポマトックス側の間の強固な場所を占領した。劣った戦力でも戦力に勝る敵に対してしばらくの間は守ることのできるような場所だった。しかし攻撃的なことは何一つしなかった、と彼は言った。私は続いて彼に、バトラーはなぜ彼の戦線から動き出すことができず、リッチモンドピーターズバーグ鉄道を横切って、 後方のリッチモンド南側に出ていけなかったかを尋ねた。彼は敵がバトラー将軍の保持していた地境を横切る。実質的に同じ戦線を維持していたので実行できなかったと答えた。彼はその鉛筆を持ち上げ、その地域の図を書いて、その場所が瓶のようなものであり、バトラーの残酷線は瓶の首を横切る。コルク線であり、敵は バトラーの前で即座に同じくらい強い戦線を作り上げ、それゆえにバトラー軍が瓶の中に入っているかのようになったと説明した。彼は攻撃に対しては完全に安全だったが、バーナードが説明したように敵は瓶の線を締め、少数の部隊でその線を保ち続けることができた。ユリシーズ・エス・グラント、パーソナル・メモアーズ・バトラーの軍隊はその後、 ピーターズバーグ包囲線に使われた。ありがとうございます。